始まってみて、久しぶりのリングに立ったら真っ白になって、気がつけば終わっていたという感じで、今回この久しぶりという感じはなくなっているので、今回完全復活を見せたいと思います。自分が認める強い選手というなので、相手が強ければ強いほどワクワクします。攻撃のコンビネーションと、あとはスタミナも、まあ、自信はありますね。目が離せない試合になるんじゃないかなって。動きが止まった方が負けるのかなっていう思います。大阪大会では結果で示したいと思います。リング上の僕をしっかり見てください。キックレボリューションのレイヤーです。 KO で勝ちます。今回の相手めっちゃ強いんで、ほらワクワクするぞ。みんなオラに元気分けてくれ。カメハメハタキヤショータイム。
本指名隊フライ級王者リトルジャイアンツウレイヤーレフリーしなさい。この試合は3ラウンド比較の場合必ず優劣をつけるラスト判定1ラウンドの延長戦を行います。センター上げていこうかな。
そう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 、腰から入る、はい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 、いいじゃない、出てきて、はい、切るから、そう、はい、どっちかだよ、どっちかだよ、どっちかだよ、そう、見えてないから、さっきは、はい、じゃあ、小川の足見えないから、小川の足、はい、止まらない、そう、止まらない、そう、蹴る、そっから、はい、正面だよ、正面だよ、正面だよ、はい、よい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 よOkay.
ブレイク待ちするな。つかみに行くぞ。採点の結果をお伝えします。ジャッジ宮本29対28赤滝谷、ジャッジ伊藤29対28赤滝谷、ジャッジ伊藤が29対28赤滝谷、以上以上3対1をもちまして勝者赤コーナー滝谷次、ランクを目指してまた頑張りたいと思ってて、そんなまだまだ、弱いので、もっとリアルボケ
見事、3月の判定処分を行いました、高谷翔。